はい、ゆたぽんです。まあ、今回はねちょっとね日常生活の話をねしてみようかと思うんだけども、日常生活で手術がうまくなる習慣っていうのがあると僕は思ってるんですよ。日常生活の中で手術がうまくなるような習慣っていうのがあるでね、それをねまあね、いくつか僕は知ってるっていう言い方あれだけどね、これやってたらやっぱ上手くなるかなっていうのはあるんだけども、それをねなんかね今回ちょっと切り口を変えてね、そっからねちょっと行こうかなと思います。でね、まずね車なんですよ。車でまあ車ね乗ってない人はもうそこからすでに外れてしまうんだけども、まあね車ってね実はね車の運転をするのってまあゆっくり走っててもまあ車庫入れであってもね早く走っててもいろんな情報をね一気に処理しなきゃいけないのと、あとはそれによってね体を四肢を、別々に動かしていかなきゃいけないっていう作業が出てくるんで、まあ、非常にね、手術のね、短時間でね、短時間っていうか区切られた時間の中で、例えば、循環停止してますね。そういうね、すぐに判断しなきゃいけないような状況で、頭と手足とバラバラに動かしていかなきゃいけないっていう状況で、そういうね、訓練ができてるんじゃないかなと、個人的には思うんだよね。で特にマニュアル車っていうか、マニュアル車って知ってます？この前ねなんかね若い子にねマニュアルがとかって言って話したらね、何ですかそれって言われたことがあって、最近もうほとんどオートマだよね。で多分ねマニュアルって言ってももうオートマ免許で乗れるパドルシフトとかになっちゃってるでしょ、これでねカチャカチャカチャってね。だから普通にクラッチ蹴ってシフトチェンジするっていうのってもう軽自動車ぐらいしかねえんじゃないのかな。そんなことないか。まあそんなことないんだよ。そんなことないんだけど、それねマニュアル車を乗ってると非常にねなんかねこういろんな意味でね鍛えられると思うんだよ。俯瞰的な見方ができるっていうかね、まあ視覚でいろんなものを判断するじゃない。まあこれはオートマでもマニュアルでもそうなんだけどね、信号の色とか歩行者の状態とかね、対向車ね、あとはまあね十字路とかいろんなところを見なきゃいけないし、それに合わせてねハンドルを動かさなきゃいけない。で、これはマニュアルじゃなくてもそうなんだけども、右足でブレーキとアクセルを操作しなきゃいけないんだけども、これに加えてねマニュアルだとね左足の操作っていうのがまず入ってくる。左足の操作、クラッチを踏むと。でクラッチを踏んで、あと左手の操作ね、日本車だったらね左手なんだけども、左手でギアをチェンジすると。でそういうことがね入ってくる。でそのギアをチェンジするのも適切なギアに入れないといけないから、では今の回転数でこの速度だったら何速の方がいいなとかっていうのはやっぱり判断しなきゃいけないからね。だからそう考えるとやっぱりね、そのマニュアル車に乗るっていうのは左右の手足が全てバラバラに動くんですよね。ハンドル、シフト、アクセル、ブレーキの右足とクラッチの左足ね。でその上にそれをね視覚から入ってくる状況を分析して、それに適した状況判断をした上でその四肢が別に動いていくっていうね、それはもうまさにね心臓手術だよ。これはこれ心臓手術だよ。毎朝マニュアルで通勤してるやつはもうね心臓手術やりながら通勤してんのと同じようなもんだよ本当かないやそれだけね、なんかいろんなことやってるなと思うよ。で台車でね時々ねマーチとかね、そういう一般車っていうかね、普通の最近のオートマ車っていうのを借りるとねやっぱすごい楽だね。運転が楽、ハンドルも軽いし、でね見切りもいいし、だからそんなにそれに対してね技術はいらないというか、だそう考えるとやっぱり常にマニュアルで通勤をするっていうのが一番心臓外科医にとってね何言ってんだろ本当かな、なんか訓練になる気がするよ。
だって心臓外科の手術もね、全部違うことしなきゃいけないじゃない。まあ足が動くことっていうのはそうそうないけども、やっぱりね、右手受信機、左手接種でしょ。ね、それで頭の中でいろいろ考えて、で、まあ、それぞれが動いていくっていう形になるから、だからまあマルチタスクをね、同じところで繰り広げなければいけないっていうところは似てるんだよね、非常にね。だからね、まあできれば車を運転した方がいいし、運転する車はマニュアルの方が多分まあ日常生活の中で、手術が上手くなる習慣にはなる気はする。うん。まあ手術上手くなりたいからってマニュアル車買いますっていう人は見たことないけどね。まあでも車好きだったらね、そういうのもちょっと考えてもいいかもしれないね。まあかといってまあ軽トラで通勤とかっていうのもちょっとあれかなとは思うけど、まあ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 、まあ今回ねちょっとそんなふと思ったことがあったんでね、まあもしあれだったらね、なんかなんだろうね、どういう習慣だったらあれかな、手術うまくなるかな。またちょっとね、思いついたらなんか教えてみますよ。教えてみますって言い方あれか、なんか喋ってみますよ。まあそれじゃあね、バイバイ。まあ車でね、手術がうまくなるなんてにわかにはね信じられないかもしれないけども、結構意外とね、その毎日繰り返す、まあ車じゃなくてもね、毎日繰り返す習慣っていうのはね結構身についてて、それはね手術であるとか、まあいろんな場面で結構出てきます。で、あとね、特に手術みたいにね、こう特殊なところで追い詰められてる、精神的にもね肉体的にも追い詰められて出てくるものって、やっぱり身についたものが出てくるから、習慣に何かをしておくっていうのはね、一つねいいんじゃないかなと僕は考えてます。それじゃあ